はい、どうも、ビーレジェンド上谷です。今回、商品の紹介をしていきたいと思うんですけれども、今回ご紹介する商品はこちら！ビーレジェンド BCAA。わーって流れですよね。あの例のね、某 YouTuber さんはね。はい、ということで、今回ご紹介したいのはビーレジェンド BCA でございます。で、BCA って何とよくね、聞かれるんですけれども、BCA っていうのは、バリン、ロイシン、イソロイシン、この3つの成分をミックスさせたものが BCA と言われるものでございます。でね、まあ、このビーレジェンド BCA は、バリン1、ロイシン2、イソロイシン1の1対2対1のですね、この BCA の黄金比で作られているので、非常にパフォーマンスも上がるんじゃないかなと思います。で、そもそも何のために何がいいのと BCA ね、よく聞かれますが、これ本当万能なんですよ。トレーニング前に飲んでいただいて、トレーニングに体整えていくっていうこともそうですし、トレーニング中に飲んでもらってパフォーマンスアップっていう狙いもありますし、トレーニング後に飲んでいただいて回復ね、を促すっていうこともそうですし、あるいは食事と食事の間の間食で飲んでいただくとかですね、水なんかにシェイクして溶いておいても、シェイクして溶かしておいてもらって、その間にちょびちょび飲むっていうことで、血中アミノ酸濃度、血の中のアミノ酸の濃度を高めることによって、こうトレーニングのね、均衡性を高め続けるっていうような特徴があったりします。で、プロテインとかだったら、例えばプロテイン飲むでしょ？タンパク質入ってくるでしょ？そのタンパク質が、消化酵素で分解されてアミノ酸になって血中に吸収されるわけなんだけれども、この BCA っていうのはもう最初からもうアミノ酸になってる状態だから、だから消化吸収が早い。そして体への負担も小さい。まあプロテインでもほとんどそんな負担ってないんだけれども、食品、普通のお肉とかと比べるとね、当然粉出して液体だから消化吸収スムーズなんだけれども、そのプロテインよりもさらに吸収がいいというのが BCA でございます。でね、すでに分解してある分、一手間かかってるから、値段はね、プロテインとかと比べると、これ1キロの分で9800円。ちょっと値段はね、高いんですけれども、それでも、やはり分量がね、そんなたくさんプロテインほどガバガバ飲む必要ないですから、そういった意味でも、まあ、一つ持っておいていいんじゃないかなと思います。僕なんかだったら、よく、例えば減量するときにね、お腹が減ったなーなんていうときに、BCA をスプーン一杯口の中入れて、ゴクッと飲むと。これで結構、かなりね、空腹を抑えられます。だからお腹減ったなっていうときに BCA を取るっていうのは、空腹を抑える効果もあるので、いいと思うし、当然、アミノ酸を体内に入れるわけだから、体作りにもいいわけですよね。だから減量期の人なんかはもうすごく重宝するもので、BCA っていうのはね。だから、トレーニングされる方はもちろんのこと、減量期の時とかね、あとスポーツされる方なんかも飲まれるといいと思いますし、ジョギングされる方なんかも、ランの時にね、これのドリンクを飲みながら、走ってもらうのもいいかなと思います。で、プロテインと違って BCA の特徴としては、まあ今、水に溶かすという話をしましたけれども、まず、パウダーを口に入れるという飲み方と、何か水分に溶かすというやり方があるわけですが、口に入れると、プロテインよりもキメが細かなパウダーなので、もう、気管に入ったりね、鼻の中入ってきたりして、結構むせ返ったりしますから、くれぐれも気をつけてください。慎重に飲んでもらわないと結構、ブワーってこうね、この白霧を吐くことになっちゃいますからね。で、あと、水に溶かす、あるいは何か水分に溶かすときなんかは、結構ね、馴染むのに時間がかかるんですよ。プロテインとかだったらシェイクしてもう溶けてるってなるじゃないですか。だけどこれは、10分15分ぐらい水分に馴染むのに時間かかっちゃうので、ちょっとまあこう、軽くシェイクして水に溶かしてもら、馴染ませてもらったら、あとはもう置いといてもらったら10分15分すれば、もう馴染んで、BCA ウォーターができます。味がね、だってレモンだもんなんでね、レモン風味なので、ね、相変わらず、ふざけた名前なんですけれども、レモン風味なので、レモン水みたいな感じに、なって、さらっとして飲みやすいです。ですので、まあ、ドリンクに溶かす場合は、まあ、もう溶けねえなって、こう、シェイクするとかね、よくいらっしゃるんですよ。なんか溶けない。そういうタイプのものじゃないんですよね。なんか徐々に馴染んでくるタイプのものなので、まあ、なんかもう、30秒でこう、溶けましたとか、そういったものじゃないので、ぜひ、まあ、ね、
溶かして飲んでもらうなり、口の中に入れて飲んでもらうなりしてでいただければいいんじゃないかなと思います。でね、こちらの1キロは9800円で、もう一回り小さな 500g のものがあるんですけれども、そちらは4980円ですので、ぜひ、皆さんお試しいただければいいんじゃないかなと思います。だから、まあ、さっきも言ったね、血中アミノ酸濃度を高めるっていうところでも、まあ、飲んでもらって大体30分とか1時間程度でね、血中アミノ酸濃度高まってきますので、だから本当プロテインみたいに1時間2時間経ってからとかじゃなくてね、どんどん消化吸収が進むものなので、まあ、プロテインとね、プロテインがやっぱりベースなんですけれども、併用していただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ぜひ皆さんビレジェンド BCAA お試しください。ということで BCAA の紹介でした。またお会いしましょう。さよなら。